皆さんこんこにちはフフォトグラファーの上田浩二です以前作成した写真のバックアップの撮り方っていうのが思いのほかね多くの方に見ていただきまして今回もうワンランクアップしたバックアップの撮り方っていうのをねご紹介したいと思います。で今回ねご紹介したいのはですこちらにねあるのがナスなんですがナスって一体何かっていう、まあ、簡単に言うと一般的なストレージ例えばポータブル ね、ハードドライブだったり一般的な電源につなぐ点五インチのハードドライブあとは SSD なんかも基本的には US B USB、USB-C を挿してパソコンと直接つなぎますよねこの NAS っていうのは基本的には USB とかを使わずにこの NAS 自体はネットワークと接続をしますはい。そしてそのネットワークにつながったストレージに パソコンだったりスマートフォンだったり、各ディバイスを使ってアクセスをするっていう形のまあストレージになるわけですね。はい、よりややこしくね感じますよね。で僕もですね、やっぱり NAS に関して言うと出遅れていまして全然手を出してなかったんです。もうやっぱり今回で、ね、このシノロジーのね NAS をねちょっとご提供いただいていろいろ試してみたんですけど、本当にね。 便利でした。はいで何が便利だったかっていうと、ベースのそのバックアップを取るっていうのは別に大きな変わりはないんですね。ハードディスクを使おうと、えー、この nas を使おうと同じようなプロセスでバックアップをしていきます。例えば、この synology の ds220j っていうですね。えー、ま、エントリー向けの NAS なんですが、これハードディスクが2台ね入るようになってます。はい、またこれね。入ってない状態なんですが、こういった感じで。 ハードディスクが2台入ってますでこれを例えばレイド1っていうので組むと1回のバックアップでこの2台に同じデータが書かれるわけですね。はい、で僕もハードディスクいろんな種類使ってますが一部はレイド1のハードディスクもね使ってます、はい。じゃあ別にそれでいいじゃないっていうとそこまでなんですが実はですねそこから先っていうのがとっても大事でハードディスクっていうのはねポータブルも SSD もねやっぱり 物理的にパソコンとつながっていないと、まあデータにアクセスができないっていうのが大きな問題なんですね。で、特に旅に行ったりとかですね。僕なんかもう出張が、まあ最近は減りましたけど、去年なんかはもう100回以上どこかに行って撮影をしてたんですね。で、やっぱりデータを全部持ち歩くわけにはいかないんですね。そういった時に、まあ僕は実際持って歩いてたんですけど、必要なものは。 ももしがあればっっと楽だったないいいうのを正直使い始めてて感じていますこれは何でかっていうとナスっていうのはネットワーク上のドライブなので要はこの NAS 自体は家にあっても僕は世界中どこへ行ってもネットにつなげればこのデータにアクセスができるわけですね。なので必要なデータだけをダウンロードして使うってことができるんです。 これねもっと早くね知っとけばよかったなとまあなんとなく知ってたんですけどやっぱ難しそうがもう先行しすぎてですね全然手を出してなかったんですね。で今回ね皆さんにご紹介したのはこちらにある DS220J っていうですねシノロジー台湾のメーカーの多分最も売れてるって言っても過言ではないでものすごい多くの方が使ってるナスのご紹介をねしていきたいと思います。この DS っていうのはですね。えー、まあ、かなり簡単にセットアップができるっていうのが、まあ、魅力的なナスなんですね。で、簡単って言ってもですね。やっぱりはてながね、浮かびますよね。で、僕もね、実際やってみました。はい。結果から言うと、めちゃくちゃ簡単でした。もう僕の想像をはるかにこす簡単さです。僕、あの、カメラとかはね、好きで詳しいんですけど、やっぱりこういったネットワーク系って、ちょっと苦手なんです。正直な話。 なので IP アドレスとかですね DNS なんとかとか,なんかもういっぱいインターネットとかね接続するときに書いてありますああいうのって結構苦手なんですけど今回このシノロジーの DS220J はですねものすごく簡単にそういった部分を正直触れなくて OK なんですね。なのでそこは最初に実はこれ n a s だけ買っても何も機能しません。 はい、ハードドライブをですね、この中にご自身でインストール必要する必要がね出てきます。はい、ハードドライブをバルクで買ってインストールするなんてね、なかなかは難易度高いなと思う方いるかもしれないですが、あの全然簡単です。あのネジ8本で止めるだけですので、あのその辺はねものすごく簡単にできてます。はい、まず最初にでは組み立てからねご紹介していきたいと思います。早速組み立てていきたいと思います。 このシノロジーの DS220J は組み立てがね必要になります組み立てって言ってもね全然難しくないので今からねご紹介していきますまずこのシノロジーの DS220J に入っているものをご紹介しますまずナスの本体ですね本体とあとは LAN ケーブルが入ってます、LAN、ケーブルそして AC 電源ですねこれだけが付属品になりますあとは細かなネジ類がね入っています はい、あとはベッドを用意しなければいけないものっていうのがこのハードドライブですねハードドライブは2台用意してください同じブランドの同じ容量のものを用意してくださいはいおすすめは NAS 用のハードドライブですね NAS 用ハードドライブで調べていただくとだいたい出てくるのがシーゲートのアイアンウルフアイアンウルフプロっていうものもしくは ウエスタンデジタルのレッドレッドプロっていうのがねおすすめです那須用っていうのは24時間ね稼働することもありますのでやっぱり耐久性の高いものっていうのをね選ばれるといいと思いますで今回ね、えー、とちょっとテストに使うのはシーゲートのアイアンウルフっていうね那須用のハードドライブになります1テラが2台になります、はい、それをですね2台今からこちらに入れて 一っていうですね、えー、ミラーリングっていうモードで、えー、やっていこうかなと思いますミラーリングっていうのはこの2台に対してデータをねバックアップすると2台とも同じデータが書き込まれるのでもうバックアップ1回した時点でもう2台分ねバックアップが取れてるというような状態になりますとってもねおすすめです、はい、ではねやっていきたいと思いますでは早速、えー、ハードドライブね入れていきます まずは、えー、ネジでね止まっていませんので、えー、この少しスライドさせて、えー、こういう風にね離します、はい、そうするとこちらに、えー、ハードドライブね2台入るようになってます、はい、こういった感じで安定したね場所で必ずやってくださいハードドライブはねやっぱり振動にものすごくね弱いので注意がね必要です、はい、で必要なものっていうのがね1つだけ プラスのドライバーが必要になります。これ一つで全ての組み立てがねできるようになっています。はい。そしたらですね、えー、組み立ての時に気をつけなきゃいけないのがこちらにですね、黒の、えー、ゴムがねハマってるんです。こういう感じで、これあのスペーサーとかではないのであの取らないでくださいね。えー、これは。えー 多分ハードディスクの振動を抑えるバンパーの役割をする大事な部品なのでこれは取らずにネジをね差し込んでくださいちなみに取ってね入れても、えー、ガタついちゃうのでね、まあ、気付くと思うんですが、えー、取らないようにね気をつけてください、はい、では早速ハードドライブのインストールをねやっていきます、はい、ハードディスクのねこちら接点がありますのでこちらをえー 入れるだけですねものすごく簡単ですまあ注意しながらねゆっくりやってください、えー、絶対に上に上げたりしないでくださいそうするとテコの原理で、えー、端子が折れてしまいますのでね注意してください抜き解くときは水平にこうね引き抜いてくださいはいそしたら2台入れたらですね今度はネジ止めをねしていきますはいこれで、えー、8箇所ねネジ止めが終わりましたそうしたら 今度はこちらのね。サイドのカバーを戻します。はい、スライドさせるだけですね。そしたらそのまま今度は後ろのネジ2箇所を止めていきます。はい、これで組み立て終了です。本当ね。数分で組み立てがねできてしまうので、まあ、工作がね。苦手な方もね。これは全く問題なくね。組み立てがねできるかと思います。 そしたら今度は、えー、ちょっとネットワークのねあるところに行って、えー、接続のセットアップをねやっていきたいと思います。無事にセッティングができました、はい、でディスク1も緑ですしディスク2も緑そして LAN も緑であとステータスだけがねオレンジ色に今光ってます。はい、じゃここから、えー、このシノロジーの DS220J のセットアップをね行っていきます。でセッットアップっていうともう 難しいイメージしかね那須には正直なかったんですがこの那須の初心者ガイドっていうのがこの DS220J にね入ってます同封されてますなのでこれをね見ながらやってみましたそしたらねめちゃくちゃもうその通りにねちゃんと動いてくれてほとんどがねもう自動でやってくれるんですねはいでまず最初に、えー、ここはね言葉だけ聞くと結構難しそうなんですけど ウェブアシスタントを使って DSM をインストールするっていう項目なんですけど一般的な環境であればローカルネットワークの IP アドレスをサブネットマスクが下記のようになりますとかねいろいろ書いてあるんですけどまず大体こういうの苦手な方多いですよね。ローカル IP アドレスの例192.168.1点はてな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 には1から255の数値が入りますみたいなことが書いてあるわけですね。 これだとね、あもういきなり挫折かなと思ったんですが、えー、すごいシンプルな話。ブラウザーのアドレスバーに Web アシスタント開く URL を入力してください。はい、http の、えー、findsynology.com っていうのを、えー、入れるだけだそうです、はい。これで、あとは設定、従っていけばいいみたいなんですね。Web アシスタントっていうのがね、えー、動いてくれて、 こののシノロジーのを、ね、探ししててくれまます今ね出てきました、はい、ここからはもちろんこの初心者ガイドねもう事細かく書いてあるのでもこれにね沿っていくだけでね誰でも正直ねできてしまうと思うんですがもうこのまんまね、えー、設定にね沿っていきます、はい、そうするとまず「接続」ってあるので「接続」って押しますはいたらこの条件を読んで「合意しますか?」っていう意味ですねはい、まあ、しないとね進んでいきませんのでします はい、そして次に「設定」って押していただいてこれ大事ですね「ディスクステーションマネージャー DSM をインストールする」はい「今すぐインストール、はい」そこでちょっと重要なことが「インストール中にハードディスク12のデータが消去されちゃいますよ」って出てきますのでこれは「はい OK ですと」と、はい、そうすると「10分程度で準備が完了します」っていうのが出てくるので、えー、ちょっとね待ちます。 はい、再起動が、ね、終わりましたここからはこのシノロジーナスの管理者アカウントを作成するっていうところをね、えー、やっていきますまずはサーバー名とかをですねご自身の、ね、好きなように設定していきますはいこれでまずはサーバー名ユーザー名パスワードのね設定ができましたここから非常にね重要な設定がねありますこれはクイックコネクトって,言って このクイックコネクトっていうのあこの DS220J とかあとシノロジーの NAS の魅力の一つでもあるんですねもうとにかく簡単に世界中どこからでもこの NAS にアクセスするための設定になりますはいなのでここでメールアドレスとかパスワードをね入れていきますそしてクイックコネクト ID ですねはい これで次へとしますはいそうするとクイックコネクトの URL が、ね、発行されましたこの URL を知っていればどのブラウザーからでもこの NASS につな、えーまあ、ぐことが、ね、できるようになってますでもあとはシノロジー推奨パッケージをインストールしていきますはい、まあ、この シノロジーの DS220J 自体がもうパソコンのようなものなんですね。なのでこの中にハードディスク以外に CPU も入ってますし、RAM も入ってますし、まあコンパクトなねパソコンのようなものなんです。なのでアプリケーションはねインストールされて、より効果的にえまあムービーを見たり、音楽を聞いたり、写真を見たりですね、っていうことがねできるようになっているわけですね。セットアップがね終わりました。はい。 そしたらあとはですねファイルステーションをね叩けばこういう風にファイルが見れますしであとはこちらのコントロールパネルから、えー、クイックコネクトっていうね先ほどね設定したものこちらを押していただくとクイックコネクト ID とかあとはウェブブラウザーでのリンクにアクセスっていうこのリンクをね見たりってこともできます。とにかくもうこのリンクさえ知っていれば パソコンも関係ないんですね今 PC でセットアップしましたけど Mac からこの NAS にアクセスしても OK ですしあとはスマートフォンからアクセスしてもいいですし iPad とか、ね、SurfaceGo2 とか、ね、ああいったデバイスからアクセスしてもいいですしこのリンクさえあればとにかくどんな環境からでもこの NAS にアクセスができてしまうっていうのが、ね、この NAS の最大の魅力じゃないかなと思います。 といったわけで今回前編ということで、えー、まずは「那須」とは一体何かということとあとはの組み立て方「の仕方っていうのを、ね、ご紹介しましまたっていうと本当にね難しいイメージがあったと思うんですが実際ねやってみると本当に簡単ですし困ればこの「那須」の初心者ガイドついてますのでこの通りやっていけばですねまず問題になることっていうのはねないかと思います。 であとはこのクイックコネクトってね先ほどご紹介しましたがクイックコネクトさえあればそのリンクを知ってるだけでもう世界中どのパソコンからもこの自宅にあるナスにねアクセスできるようになりますし本当にあのリンクを持ってればこれをね持ち歩いてるぐらいのね感じでもうデータがもう本当に簡単にアクセスできるようになりますのでぜひもう写真もそうですしあといろんなね、えー 書類だったり何でもいいのでこちらに入れておけば本当に気軽にデータにアクセスできるようになるっていうのがまあナの良さだと思いますのでぜひね皆さんもトライしてみてください後編ではねまた写真のバックアップのやり方とかあとクラウドとのねコネクションとかそういったものをねご紹介していきますのでぜひね見ていただければと思いますご視聴ありがとうございました。